www.videonews.com。 あとじゃあ一つだけ、これはねちょっとマジな話で宮台さんに一つ聞いとこうかなと思ったんだけど、あのいじめ防止対策推進法案、まあ、要するにいじめを防止するための法案っていうのが今あの自民党の部会でね一応その確定したものが出てきたと。でまあちょっといじめが問題であることはもうその、言うまでもないんですが、それを法律でその、まあ、防止対策をするっていうところでちょっと若干気をつけないと危なそうだなというところがあった。まあ、基本的には厳罰化をするっていうことと教師のまあ責任っていうものをすごく強調しているような内容だというのがこの法案なんだけれどもね、あのそもそもいじめをどう定義するかとか、法律にする以上ね、法律にして公権力が違反したら入っていくっていう以上さ、その定義しなきゃいけないし、ちょっとそこら辺であのまだ部会レベル、なんですけれどね、逆に言うと部会レベルだからこそちょっと今のうちに見といた方がいいのかなというふうに思ったので、ちょっと宮田さんの意見を聞きたかったんだけど、どうですか？あのね、僕が以前から申し上げてきた基本的なスタンスは、学校を聖域にしてはならず、教員を聖職としてはならない。その理由は簡単なことで、あの簡単に時代錯誤の、 あの閉鎖性によってあのいじめが温存され増殖され、で対処ができなくなってしまうから、例えば事実調査さえできなくなってしまうということですよね。だから逆に学校を開くということかというと、学校も市民社会だということで、暴力行為があればあの生徒間であれ教師生徒間であれ、あるいはどっち向きであれ警察を呼べるようにするということがね、重要。門の外だったらそうなると同じようにやれってことね。学校の中でもそういうふうになるという、ね、やっぱりこれがやっぱり重要なんですね。でそういう意味ではあのいじめっていうその言葉の使い方にもね注意しなければいけなくて、なんか非常にあのなんか閉鎖的な難しい的になってしまう可能性があるんですね。あのなんであの障害とかですね、名誉毀損とかですね、あの、まあ、その他のあの市民の法律、一般の法律でね規制できるような枠組みではないものを使うのかっていうことをやっぱりはっきりさせる必要がある。でそういう意味ではですね、あの児童はいじめを行ってはならないとか、いじめとはね傷つけることだみたいなね、この規定はあまりにも曖昧で広すぎて、っていうか何を言ってるんだかよくわからないところがあり、立法目的もわからないところがある。ですね、法律の第2条にですね、いじめとは児童等に対して当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為、インターネットを通じて行われるものを含むであって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものを言う。この定義はね、はっきり言って全くダメ。とうとうじゃないですか、うん、仮面ライダーみたいな、ね、とうとうですよ、ね、まさにね、その解釈において、うん、その行政的裁量が入るっていうこともありますし、読んで意味が全くわからないっていうこともありますし、そもそも第一の問題、いじめはね単なる嫌がらせじゃダメなんですよ。心理的苦痛を感じさせる行為ってことだったら、大人だってね、あえて相手が嫌がる、つまり心理的苦痛を感じることがね分かっていて、そういう言葉を使ったりとか、ね、そういう振る舞いをするってのがあるわけだから。だから僕のねいじめの定義は簡単で、あの嫌がらせじゃないんですよ。相手の尊厳を傷つけて、その結果相手が通常の生活を送れなくさせてしまうっていうことがいじめの本質なんですね。で、その意味で言えばいじめの定義が全くデタラメなので、このようなデタラメな定義から始まるという点から見ても、この法律案は全然練られていない。だからかなりこれは広く定義しちゃってることなんでしょ、うん、そうです。そのね、自民党案っていうのが、まあ、よく民主党案との一応対比で言うとね、うん、対象となった児童らが心身の苦痛を感じているものっていうのが自民党案なのに対して、これ民主党がいいって言ってるわけじゃないんだけど、そこを対比で言うとね、民主党はね、当該児童生徒等に心身の苦痛または財産上の損失を与えるものと、まあ、ここからですよ、認められるものと、だから一応まあ第三者的にそういうふうに認められるっていうのが入ってるか入ってないかの違いではあると。要するに自民党案だと苦痛感じたって言っちゃったらもうそれでもいじめになっちゃうと、民主党案はまあ本人が言ってもさすがにこれは違うだろうっていう第三者的な視点は入ってるけど、でも今の宮台さんのあれからいくとそれでもダメね、民主党のこれでも広すぎる、全然ダメ。あのね、一時的な嫌がらせ、皮肉、からかい、
で当人苦痛感じることあるじゃないですか。でそれ普通いじめとは言わないし、それをいじめだっていうのは過剰反応なんですよ。これができなくなると、うん、もう友達と遊べないね。当たり前ですよそんなの、うん、あの仕事だってできないよ仕事もできないし、はい、遊んでてもさ、うん、それこそあの野球の試合なんかで牽制球で一塁アウトにしたらもう気づいちゃいますよ。早い球投げたって言ったらそれ気づいちゃいますよ、うん、それまずいじゃないですか。だからね、あのいじめっていうのはいじめられた側が、僕もその転校が多かったんでね、 ある1年間いじめられたことがあるんだけれども、基本的にはもう生きる気力というかですね、何をしていいかがもう分からなくなっちゃうんですね。でもちろん学校に行きたくないっていうような感情も起こるけれども、その学校に行ったところで自分にはもう何をしていいのか分からないっていうような状況。それは法律で定義できるものなの？だから先ほど申し上げたように、尊厳を著しく傷つけることによって人のまあ自由を奪うっていうね、尊厳が奪われると何をしていいか分からなくなるし、何もできなくなってしまうんですね。で、まあ、未来を切り開くこともできなくなってしまうので、近代社会における人々にその当たり前のように想定されたことがまあ全くできなくなってしまうということがポイントなんですよね。で逆に言えばね、そうならない限りはね、嫌がらせ、からかい、ちょっかい出していいんです。子供だもんね。そうです。それがなくなったら、うん、もう本当になんか無味乾燥 なんか、ね、うん、存在になってしまう。だからね、そういう人間的洞察、ね、を変えてるでしょ、うん、ユーマは変えてるでしょ。だ全くこういう法案って僕にはダメなんです、ね、それこそ宮田さん、うん、消しゴム貸してって言って鉛筆渡すやつはもうこれが、あ、そうだよ、嫌がらせこれに入っちゃうんですよそうなんですよね。だからね、ちょっとね、定義から人を粗末すぎるんじゃないかな。文体もね、全くこれね、まあ、役人が書いてるに決まってるんだけど、本当にもうね、最悪の文体だよね、うん、何なんだこれ。もうちょっと早くでも手を打たないと、これがもうどんどん一人歩きしますよ、うんうん、でどうも今は争点はだからその自民党案は児童が苦痛を感じているもの、うん、民主党案は感じていると認められるものっていうところが違い、うん、そのレベルの論争になりそうですよ、うん、で全然もうそれじゃダメってことでしょ。全然次元が違うってことでしょ。今の話はそもそも違うね。だからやっぱりね、この法律を作るっていうプロセスにね、やっぱり市民がちゃんと入っていないっていうのはどんなに恐ろしいことかってことはよくわかりますよね。まあ、まだ部会なんで、うん、逆に言うと今ならまだその後のプロセスがあるから、うん、まあそれこそ総務会かなんかで、野田聖子総務会長かなんかにちゃんと吹き込んでおけば、うん、ちょっとこれはっていう話でもなかなか難しいんだよね。役人が書いてくるのを僕が先ほど定義申し上げたようなね、うん、いじめの捉え方をしているのはね、作家ではね、僕が知ると重松清さんしかいないんですよ、うんうん、でね、その彼を含めてですね、やはり非常に洞察の深い人がね、法案の作成にやっぱ入らないと、まあ残念なことだけれども、もう本当にね、恥さらし、一体何が分かってるのこの人たちは。その実態分かってる分かってないという問題が一つある。あともう一つは、いじめの問題をですね、評価する、評価っていうのはその社会における意味やね、人の生涯における意味をその評価するってことですけども、いや、評価するために必要などんな価値観、深い価値観を知っているのかっていうね、両方の意味で何かこの無知をさらけ出しているという感じがして、ちょっと痛々しいですね。分かりました。ちょっとこれは注目して見ていきましょう、はい、たまたま部会レベルで今アンテナに引っかかったけど、うん、まあ、この先部会、総務会、そして法案、うん、まあ、まあ、あと公明党との調整、そしてまあ提出ってことになるんでしょうから、はい、引き続き見ていきたいと思います。それでね、ちょっと一つ訂正というか、ちょっとさっき池田信夫さんのところ、ブロゴスと言ったけど、池田さんが主催しているのはアゴラですね。ブロゴスにも書いているけども、主催しているのはアゴラと。それからね、もう一つちょっと大事なことで、先週Nコメだったと思うんだけれども、東大の早野先生の測定で300ベクレル以下は検出限界以下でうんぬんって話をした時に、ちょっと言い間違いだったかもしれないんだけど、300ベクレルパーキロって言ってたら、パーボディですから全身で300ベクレルですが、パーキロだとものすごい高い数字、キロあたり300ベクレルだとね、なので、ということなので、その一応訂正をしたいと思います。
記事の方ももしかすると間違ってるかもしれないので、そこは修正しておきたいと思います。はい、それからご指摘ありがとうございました。じゃあまあ今日の N コミはそんなところで、それでね、じゃあ最後N コミの最後というか本編の方でね、僕今日そこの、富岡町 の、 町役場のね、課長補佐の総務課の課長補佐の菅野さんというのにインタビューをおとといしてきて、ちょっとすごい僕にとってはいい話が聞けたと思ったんですよ。長い本当にその 町役場の課長さん、課長補佐さんとのインタビューの1時間も話しちゃったんだけど、でそれぜひ見ていただきたいんだけど、ちょっと本編の中でも紹介してますが、その最後その触りだけちょっと見ていただいて、今日の N コメのは、終わりとしたいと思います。それではありがとうございました。大方の人は帰れ帰ってばっかり言って何もやってないっていうか進んでないじゃないかと、何も進んでないところに帰れってばっかり言われても困ると、いろんなリスクがあったりいろんな今後が見えないところで若い層とか子育て世代がそう簡単に帰れるような状況ではないだろうと思うんです。そこに帰れ帰れってばっかりは言われても何言ってんですか。でよく言われるのが、そういう言われると健康は確かな知見がないから大丈夫ですよって、いろんな100ミリ以下でも20ミリ以下でもっておっしゃるじゃないですか。そういう人に向かって言われるのが、じゃああんた行って住みなよって、で入ってた方は一人見ませんね